メ声優っていうのをちょっと伺った意外だったんですけれども、ええ、なぜその初めてっていうのをこのタイミングでお引き受けになろうと。いや、初めてだからこそやってみたいっていう。今までも機会というかオファーはなかったですね。声優の方たちは体を動かさなくても本当に感情をこう輸入ができる訓練されてるんですね。で、俳優が座って台本読んで言うっていうのはね、とってもね窮屈っていうかね、あのもっと動きたくなるんですよね。だから自分できっとこうやって動いてやってたと思うんですけども、あのその辺の難しさはありますよね、芝居をするよりは。でも楽しかったですよ。里見さんというと時代物ですとか時代劇っていうイメージが私たちの方にも強いんですが、時代劇の魅力ってどういうところだっていうふうに里見さんご自身は考えますか？そうね、まあ現代劇はそのおい見てくれよ、俺の芝居見てくれよっていうのはあまりない。すごく自然に日常生活のようにこう振るいかに振る舞って芝居できるか。だから難しいって言えば難しいですよね。でもね、時代劇っていうのはこの俺の振り返り方を見てくれよとかね、この刀の抜き方を見てくれよっていう、見せるっていう楽しさが時代劇にあるんですね。その辺がちょっと現代劇と時代劇の違い。リーガルハイの服部さんのイメージってのはかなり強い人がいると思うんですね。里見さんも服部さんのようにこうスーパーマンというか何でもできるんじゃないかっていうイメージも持っているんですけども、いやいや近いですね、いい加減なところも服部さんで、何でもできるっていうのも服部さんかもしれませんね。で、僕もできるわけじゃないんだけども、できるよ、やってやるよっていう気持ちはいつも持ってますね。だから脚本家の服部さんの脚本家あの小沢さんっていうんですけども、服部さんって何者ですって聞いたらわからないって言うんですよ、作家も脚本家も。どうしたらいいんですかって、自分で勝手に考えてくださいこう言うんですよ。で、僕が考えたのはヤシ、ヤシって知ってます？あのお祭りの境内で、はい、やってらっしゃい、見てらっしゃい、勝手割れをやるの頭腹なきゃ食えない提灯やとか言って物を売ってる人がいるじゃないですか。あの人でもヤシっていうのはデタラメを言うんですよ。ありえないことをね、自分が天国かな地獄かね、もう世界中歩いてきたようなことを言って物を売るん、そう納得して。で、服部さんはそれをやってた。だから実際はできないのにやったようなことは何でもできるっていうように、私は野手で、それで何か悪いことして捕まって刑務所に入ってきた。で、出てきたのは、出てきたらコミカド先生のお父さんがいて、これから真面目に生きろよ、そして俺の息子の面倒を見てくれって言って、コミカド酒井君のコミカド先生のそばに着いたっていう、自分自身でそういう役の設定をして服部さんがやったんですよ。だから料理はうまいね、手裏剣も投げたりとかあったりね、柔道もやるしね、なんかもういろんなことでやるんですよ。それも頭の中全部できてる、服部さん、服部さんはね、面白いですよね、服部さん。ご自身で若さの秘訣というかそういうものってあったりしますか？あんまり考えないですね。みんな若い若いって言ってくれるんですけども、職業によってだいぶ変わるんですね。で、僕らはまあ役者は大体皆さん若いですよ。あの僕らの役者仲間で一緒にゴルフやったりなんかして遊ぶ連中、みんな見た目は若くなりますよね。だからそういう生活が長く続くということと、もう一つはくよくよしないってこと。要するに失敗も人間あるけども、そういう失敗に対してしょうがない、もう済んだことだっていうぐらいに思っちゃう、それがあんまりくよくよしない方がいいです。